はい、城下町に移動してきました。あれ、なんか、はい、増えてないですか。おはようございます。おはようございます。芸人をやっております、アスラと申します。アスラちゃん、はい、よろしくお願いします。あれ、なんで犬山に。なんで犬山に。僕らいつも名古屋で、あの、なんか飲み屋で会う気がする。そんなそんなことないですよ。そんなことないですか。ちゃんと犬山の。はい、なるほど。これ引いてるんですか。人力車引いてます、私は。普段は犬山で。そうなんです。そうなんですね。はい、もう今日ゆりちゃんと午前中ワカサギ釣ってきたんですよ。そうなんですか。もうすごい釣り初めてだったんですけど、はい、上手で上手で。あら、釣りが上手なんですか。上手でした。美男美女で。だけど、はい、本業はどうやらなんかさっき伺ったところによると、はい、私、犬山の観光学生大使をしてます。これから城下町を私が案内したいと思います。ですね、僕はさっき釣りを案内したんで、はい、今度はちょっと犬山の城下町を、なるほど、ゆりちゃんに案内してもらう。いいですね、はい、花二人でね、はい、案内してもらって、はい、あ、花あれやった、花でいいですか。漢字がでも違いますよ、花の。今指さした花ですよ。それも意味わかんない。じゃあ私が人力車引かせてもらって。いいんですか。お二人乗っていただいて、はい、で案内をしていただくということで、はい、いや楽しみですね。今車で通ってきたんですけど、はい、なんか一個曲がったら、はい、いきなり街並みがスッと変わって。そうですね、城下町ちょっとよろしくお願いします。はい、任せてください。目線がめっちゃ上がった。大丈夫ですか。はいはい、はい、OK ですか。 OK です。シートベルトとかないですか。シートベルトはさすがにないですね。そんなのは本当に大丈夫ですか。大丈夫です。アスラちゃん大丈夫。あげます。あの、背中ぴったり持たれといてください。はい、いきます、せーの、よいしょ。持たれといてください。怖い怖い怖い。持たれといてください。さあ、それではいきますよ。はい、出発。はい、出発。おいしょー。いや、上からの景色はこんな感じです。うん、わー、すごい。隣には綺麗な観光大使のゆりちゃんがいます。これデートにぴったりですね。うわー、すごい。ここはからくり展示館。はい、なんか街たくさんあって、はい、自分で操ることもできるんですよ、中に入れば。すごい。なんか本当に歴史を感じますね、この黒い塗りの壁が多くて。うん、どうですか先生、調子は。アスラ先生。あ、私ですか。うん、調子はいいです。調子いいですか。はい、ちょっと慣れてきて、はい、楽しくなってきました、僕ら乗ってるの。うん、いやでも僕初めてなんですけど、ゆりちゃんは結構何度か。前回もアスラちゃんに乗せてもらって。ああ、そうなんですね。そうなんです。じゃあこの2人は結構コンビみたいな感じで。そういうことですね。なるほど。美女コンビで花がある2人で。なんでちょっと笑ってるんだ。さあ、一旦到着いたしました。いやすごいですね。なんか音楽聞こえるんですけど、はい、ここは、はい、こちら愛知北 FM といってラジオ放送しています。ラジオ局、こんなラジオ局が世の中にあるんですね。かっこいい。はい、そして左手にも注目してください。はい、こちら五平餅なんですけど、はい、団子が食べれます。あ、作りたてで、焼きたて。そうです。瓦にも注目してほしいんですけど。あ、すごい。本当だ。はい、知らなかった。知らなかったです。ちょっと美味しそうなのが焼き上がってますね。どうぞ食べてください。じゃあぜひ降りていただいて、はい、お団子食べますか。はい、よいしょ。はい、はい、ありがとうございます。私はい、到着です。五平餅到着です。うわー、ものすごい匂いしますね。は
出していいのかな。はい、いただきます。はい、どうぞ。はい、ありがとうございます。はい、見てください。こんがり焼けてます。いただきます。いただきます。あ、はい。うん。あ、おいしい。香ばしい。おいしいですか？うん、これくるみですか？ピーナッツ、くるみ、ごまが入ってます。ピーナッツだ。おいしい。はい、濃厚っすね。ありがとうございます。うん、ちなみにね、見られた方、お味噌って言われると、お味噌は入ってないんですよ。へぇ、そこ味噌ですけどね。そこ、うまい。お団子もうまいけど、お母さんもうまい。山田五平、五平餅。五平餅店です。はい、こんにちは。あ、すごい。香ばしい匂いがしますね。ありがとうございます。ここは何の串のお店ですか？あの、盛り口漬けと、はい、あの、ブリの奈良漬けと、はい、あの、お醤油の焼きおにぎりです、ね、焼きおにぎり、はい、お漬物屋なので、お漬物とあのご飯の串になります。もともとはお漬物屋さんをやられてて、ですね、はい、醤油おこげ串って。そうですね、の香ばしい匂いはその、正体はそれですね。じゃじゃん、大きい、大きい、香ばしい、もいい匂いですね。いただきます。あ、熱っ。はい、おいしい。焼きおにぎりのパリパリって音がするんですけど、うん、外がパリパリで中がふわふわ、うん、うん、醤油のね味が香ばしくて、早く漬物にかけていけちゃいますね、これは、うん、いいな。早く漬物が食べたい。ポリちゃんがやっと漬物にたどり着きそう。いただきます。いいな、いいな。おいしいです。ご飯の後に食べれるんで、交互にいいね。もう僕じゃあ一口でここまでいきます。うん、おいしい、めっちゃ合う。焼きおにぎりのボリューム漬けすごいっすね。うん、飲んだことあります？ないです。ビール、ビール、地ビール、地ビール、犬山有名ですね、名物です。そう、飲んでみますか？いいですか？いい、本当ですか？昼間からお財布も出して。冷えたのが中にあるんじゃないですか？ここは犬山のお土産屋さんです。バイク昼間なんでビールスない。どの道ビールですけど、いただきます。ここ小物が多いんで女性喜びそう。そうですね、他にもいっぱいあるね。え、シュシュ安い、200円だって。シュシュが200円。へえ、行こうか。プレゼント今日の思い出にどれがいいですか？赤が多いんで、ピンク系が多いんで、これがいいです。はい、ありがとうございます。やった、かわいい。プレゼントします、ビールと。はい、わ、これ出汁の写真、こんな大きいのが、あの、はい、山っていうんです。山、山っていうんです。あ、これが山ですね。これが山です。これは何月頃の？4月の第一の土日に犬山祭りがありまして、はい、その2日間だけ外に出てきます。へぇ、この2日に来ないとこれは見れない。そう、あ、年中、あの、からくり、あ、どんでん館とか、ほうほうほう、に、お金を払って見に行くことはできるんですが、博物館的なところですか？そうです、そうです。町内の方が外に持ってくるのはこの2日間だけ。これ人のサイズ見るとかなり大きい、ね、大きいですよね。これ人のサイズです。それ違います、それ人形です。お兄さん、これぐらいなんて、ね、でずらーっとこの大きさってことですよね。カメラに入りきらないんですけど、まあいいですか。すごい、賑やかそうですね、お祭りは。とても盛り上がりますよ。来年の4月はちょっと犬山の
ぜひ。いいですね、はい、すごいお土産もいっぱいあって、ありがとうございます、はいはい、こちらはお持ち帰りですか。あ、飲んでってもいいですか。はい、大丈夫です、はい、とこれは彼女にプレゼントです。照れちゃう、照れちゃう。そんな褒められた。じゃあどうしましょう、これって使われますね。せっかくなんで、はい、進んじゃいますか。はい、やってます。はい、ありがとうございます。はい、2つなんだ。そうなんです、はい、2つで200円。そうなんですよ、すごくでも手作りで古い布で作ってますので、はい、すごい良心的になってます。これちょっとめっちゃ嬉しいですね、はい、その場で結んでくれるっていうのは。690円になります。はい、はい、ありがとうございます。開けていただくようになってますので、はい、ありがとうございます。開けちゃった。急なのにビール開けちゃった。大丈夫です、ありがとうございます。気に良かったらまた回収しますので、はい、あとスタンプラリーっていうのをしてるんですけど、まあ、スタンプラリー、あ、はい、下から見えたんですか。はい、南下の観光大賞になってもらってます、はい、今月です。でも南下じゃない、山越えがあります。はい、商品券とか弓山ホテルの、はい、じゃじゃん、いるかもしれないので、ぜひ。これは加盟店さんはもうほとんど皆さん、この界隈全部ほとんど大丈夫です。あの弓山 の名鉄の駅も大丈夫です。スタンプ3つで、はい、そうですね、応募できるで、その場でも裏に書いていただいて、はい、あの各お店に応募箱がございますので、そこに入れていただくと、楽しい。いろいろこう何が欲しいかって弓山ホテルの結構豪華ですよ、うん、あの豪華なものはなかなか当たりにくいんですけど、はい、正直でいい感じでしたね、今。大きいものを狙ってください。大丈夫、釣り師なんで僕、はい、で本物を狙ってください。串はすごく美味しいので、はい、ぜひこれ持ってて飲みながら食べてください。はい、わかりました。はい、ありがとうございます。じゃあ今お土産屋さんのおかみさんに勧めてもらったんで、向かいの串屋さんをお邪魔したいと思います。あ、ちょっと待って、お母さんの話に気を取られてたんですけど、雰囲気ガラッと変わって可愛くなりました。はい、聞けちゃいました。あ、嬉しい。これは何の串ですか。これはもち豚っていうブランドの、はい、豚肉のブランドの名前の豚肉なんですよ、はい、お、巻いてあるんですかね、それ。そうですね、ちょっと今ビールを買っちゃったみたいな向かいで、はい、これはスタンプって押してもらえるんですか。なんて読むんでしょう、ちなみに。結び屋です。結び屋さんですね、やりました。一瞬で2個溜まりました。それ持ってたらもしかしたらさっきの串屋さん2つでも押してもらえたんじゃないですか。多分加盟店なんで。じゃあちょっと戻って戻って押してもらう。ちょっと応募してこの犬山温泉ペアご宿泊券を手に入れて、あれでも誰と言ってた。はい、どうぞ。はい、いただきます。ありがとうございます。じゃん、さっきゲットした犬山の地ビール、すみません、昼間から。いただきます。そしてもち豚の串です。幸せそうな顔してるの。そうです、ビール片手だからですか。おい、美味しいですね。ジューシー、タレが濃厚で豚肉の旨がジュワーッとビールって。このビール美味しいよ。本当にお世辞抜きでこれは美味しいです。本当に犬山ローレライ麦酒、うん、いやちょっと、はい、戻って。あ、アーサラちゃん暇してますよ。食べ歩き長いな。長いです。あ、いいな。ダメですよ、飲酒運転になっちゃうんで。ちょっとぐらい。あれ、人力車引くのも飲酒運転になるんですか。なりますね。ダメなんだ。そう。美味しいもの食べて、はい、ビール飲んで、はい、最高じゃないですか。隣には美人がいて、はい、犬山いい街ですね。もう一人で帰ろうから。まだまだあるんですよね。まだまだいっぱいありますよ。こんなもんじゃないですよ。ちょっとお願いします。また乗るんです。また重たく、また重たくなったでしょ。あ、そうだね。そうですよね。はい、はい、すいません。
完全に観光してるよね幸せな顔で。はい、違うんですか。行きますよ。はい、お願いします。行きます。はい、重たいよ。重たいよ。いっぱい食べてる。かわいそうだよ。か弱い女子に行かせてね。ほんとに。ありがとうございます。よいしょ。どうしてもいじられるポジション。しゃあない。よいしょ。今からはどこに向かってるんですか、これ。今からは昭和横丁。何があるんですか。行ってからの行ってからのお楽しみですか。はい、もうなんか案内してもらって楽しそうです。幸せです。大地くん、ワカサギ釣ってる時より楽しそうだよ。バレたバレた。可愛い子ね、案内してもらって。あ、ここにも案内所があるんですね。はい、やってます。お笑いライブを。あ、お笑いしてるんですか。やってますよ。お笑いの人なんですよ、本当は。あ、聞いてます。聞いてます。いや、なんかネタとかやってちょっと今両手が離せないので、後で、後でやるとかやらないとかお願いします。すごいですね、ケンジさんが言ってくれるチーム記者だと。そうですよ。あれ、お笑い記者と関係は。はい、どっちかですね。人力車引くか、面白いこと言うか、どっちか。どっちか撮ってもらって。あ、これもかっこいい。すごい。へえ。あ、無料で見れるんですね。重いです。よかったら乗ってくださいね。よかったら前に来てる。楽しい。ここになんか立派なさっきのあの出汁っていうんですか、山っていう。山に入ってる。山に入ってる。そうです。入りますか。行きますか。味がある味があるな。いいな。あれ、僕南知多町の観光大使。ミスミスなんとかさんか。あれ、写真だよ。ミスなんとかさんかな。タップの綺麗なお姉さん。綺麗な猫。あ、南どこ。南知多町。なるほどね。ご苦労さんでございます。すみません。ご苦労さんでございます。ぜひ。はい、ぜひ観光をということなんで、ちょっと中を見にね。はい、わあ、すごい。前までつけてくれるんですか、アスラ先輩。いや、このまま行きます。このまま。これは無理ですか。それは多分このまま無理だ。あ、じゃあここで。じゃあここで。はい、僕でも1個持ってることがあるんですけど、いいですか。アースラさんよりさっきのお母さんの方が芸人っぽい。やばい。確かに。やばいな。キャラの濃さっす。ちょっとでもあれはできないな。まだできないな。アースラさんでも多分お母さんに言われます。年季が違うんだ。年季がね、やっぱだいぶ入ってあんま言うと怖いです。はい。これ僕映してて思ったんですけど、デートするときに手つなぐ理由になりますね。出汁から多い。あ、出汁じゃない。出汁から多い。やばい、やばい。しかもやばない。両方違った。あの、アスラちゃん。あずか。ゴミ。これ飲んじゃいますよ。これ飲んじゃいます。ゴミと。ちょっと行ってきます。またお留守番ですか。お願いします。5分で帰ってきてくださいね。絶対帰ってこいやん。だって山じっくり見たい。行ってきまーす。ごめんなさい、行ってきます。お邪魔します。おっ、おっきい、おっきいぞ。こっち、あの前景が映らない。じゃ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 ん。え、これが今通ってきた道を通るんですか。通ります。通る。はい、町内ごと、町内に行ってから犬山城の下に集合します。じゃあ何台もあるんですか、これは。合計13台。すごい。大きい。すごい。またちょっと町によって雰囲気が違いますね。全然違います。
あ、やっぱでもこれぐらいたくさんの人じゃないと方向転換とかできないですよね。で、これ横にガンって押して曲げるんです。普通に曲げる。はーはーはーで曲げるところをどんどん。そこが一番見せ場なんですね。そこがどんでるんで、はい、あ、どんでん返しのどんでんってことですか。で、方向転換のことをどんでん、はい、あで、どんでん換算。寛永12年って書いてあります。ここえ、ってことは今からだいたいまあざっと400年ぐらい前、まあまあそんなもんですよね。400年続いてるお祭りが今でも続いてます。いやちょっと感動しました。空力がすごいですね。これあ、夜の様子が大志くんパネルがあります。ここにすごいです。これはやっぱダメですね、一度来ないと、うん、もうこれ全部並んでるんですよね、一台ずつだーと。そうです、これがお城の下のさっきの広場に。はい、ただいまです。あ、おかえりなさい。ちょっと待って、減ってない。減ってないさすがに減ってない。これなかったら飲んでたけど、絶対。ちょっと、あっちに見えるのは。昭和横丁。はい。うわ、犬山の自然薯が入ったたこ焼き。これはちょっと、たこ焼き好きな方にはぜひ一度食べていただきたいです。じゃあちょっと座りますか。これも心遣い、これ犬山と。ありがとうございます。取り皿をくれるんですね。優しいな犬山。優しい。犬山の自然薯が入ったたこ焼き。たこ焼きです。醤油とソースどっちいきますか。見た目は普通のたこ焼きなんですけどね。でもね。ほら、もうじゃあ醤油で、ほら、ふわっと、あ、もうつかめないぐらいにふわふわ。うお、熱そうですねこれ。熱いっすよ、湯気が。本当に熱いんで気をつけてください。いただきます。びっくりするやつ。いただきます。はい。熱い、熱すぎて。ふわふわで、うわ。ふわふわ。いただきます。うわっ、ほっほっほっ、違いますね。全然何喋ってるか分かんないですけど。うわっ、うわっ、あ、ふわふわって言いたいです。うわっ、あ、溶けた。すごい、ふわっとして、よいしょ。あ、本当に自然薯の香りがすごい美味しい。そしてビールなんか一杯結構どこでも引っ掛けるんですね。すごいですねこれ。わっ、美味しそう。美味しいんですよこのソーセージ。食べちゃいますか。食べれるんですか。結構食べてますよ。南知多の観光大使です。あ、日曜日にまたお邪魔します。先月もお邪魔します。あ、本当ですか。ありがとうございます。すごい、南知多町に。何旅行行かれるんですか。私は大井とか、はい、小川とか。あ、小川、はい、はい、で先月と今月予定してるのは篠島なんですけど。あ、篠島はもうよく釣れますもんね。メバルですか今の時期は。もう今だともうあまり釣れなくなってるので、釣り堀の、あ、はい、釣り天国、はい、釣り天国よく釣れますからね。すごいですね。すごい嬉しいですね。犬山に来て南下に普段来てくれるお姉さんに出会いました。ということでソーセージを買います。これでサービスで乾杯しようよ。お兄ちゃんサービス。ありがとうございます。これはね、これかかんないから。これも一回食べてってお姉さんと一緒に。はい、ありがとうございます。それは何ですか。これがね、はい、観光協会さんがね、はい、今うち出してる、犬山牛キングというものがありまして、はい、それの今キングを目指して頑張っております。牛タンつくね串。牛タンつくね串、これぜひどうぞ。そう、ありがとうございます。あ、これボトコンが。あ、ここで、やっぱここで食べてもらうと。わかりました。お兄ちゃんいっぱい飲んでってよ。いっぱい飲んでって、いっぱい飲んで。昭和っぽいですね。いいです。甘えます。これが昭和横丁や。甘えます。ありがとうございます。いっぱい出しちゃって。いただきます。そんなでかいことこれですね、今大地くん話してたのが。あ、
根山串キング決定戦というのが。あ、美味しいこれ。あたす。すごい。うまいよ。あ、味がしっかり下味がついてて。ね、うわ、ビール。ビールじゃないか。昭和な、昭和ならではの。はい、昭和に乾杯で。はい、乾杯。すいません、いただきます。はい、どうぞ。大地くんもうなんか犬山大好きでしょう。住みたいっす。うまい。やっぱりね、観光協会がよくできとるもん。犬山さん観光協会が本当によくできとるもん。いやでもこれ串ってすごいアイディアですね。そう。やっぱ串だとやっぱ食べ歩きできるし、グループ回ってて、うん、でまた風情が、はい、城下町でしょ。はい、で犬山の犬山城がここであってということは。その時代の人も食べながら犬山城見てたんだと思うと、うん、あ、またいいですね。ちょっとそれ風情にされるでしょ。素敵じゃないですか。俺今いい言葉出たよ。とそれあの肉汁がねものすごいこぼれやすいから、うん、ちょっと気をつけてね。はい、あ、ちょっとねブチッと飛び出ちゃうかもしれんけど、いい、大丈夫。いただきます。おいしい。ありがとうございます。ここ熱いよね。肉汁がすごい肉汁です。美味しい。生フランクね、これが結構あすごい。もうこのついてるの全部肉汁です。飛び出てる、うん、あすごい、もう美味しいです。ぜひ結構またこれも、それも奥の、うまい。食ってばっかりじゃないですか今日。まあ昭和横丁立ち寄ってくださいと、はい、昭和横丁、このあのビールをグラスで出すところがやらしいですよね。立ち止まって飲んじゃいますもんね。そうでしょ。これ牛タンの串うまいわーって、なんかもう一個ないって。あ、それグラス持ってどっか行っちゃったらどうするんですか。返し、返しに来て。奥でも食べれるし、あの食べ歩きでっていう時はカップで出しますんで。あ、そういうことなんですね。ぐるっと回って飲みながら串物食べながら、まあ、多分僕一周してきたらベロベロになっちゃう。よくわかんないこと。僕どこ行きましたんで。あれが犬山ですか。いやでも魅力いっぱいですね。そうですね。だから釣り楽しんでもらって、はい、犬山城の城下町楽しんでもらって帰る。あ、最高で名鉄で帰ってもらって。名鉄で間違いないです。お兄さんがねトークがすごいね。すごいですね。軽快ですね。もうこのお兄さんに入り口で迎えられたら。お客さんもやっぱり癖がありますからね。このお客さんは臭みないですからね。臭さではないですから。また来てくださいよ。ありがとうございます。また来たらいっぱい売るわ。これは来ないといけない。ありがとうございました。すいません。ありがとうございます。楽しい犬山。あ、たこ焼き。それ自然薯の味がすごい濃くない？めっちゃ美味しいです。あ、お裾分けをもらったんですね。かわいそうだったみたいで。寒い。牛タン串も食べますか？食べたいです。え、いいんですか？やった、牛がやばいですこれ。え、いいんですか？今日はね、食べとけですけど。やった、はい、はい、いただきます。汁、汁、汁、気をつけて。あ、やばい。肉汁めっちゃ飛んだ。うまい。うまうまいよね。うま普通にうますぎて何も言えない。うま今日幸せですね。はい、ただでいろいろ食べてます。そういうことじゃない。もっと犬山の良さ。おいしいものがいっぱいある。あ、これはカラクリ屋敷です。カラクリ屋敷。犬山ってカラクリってなんかさっきも見かけたんですけど。そうです、山の一番上に乗ってるカラクリを、はい、操ってるところを触ったり体験できたり作ってるのを見れたりできるんです。へぇ、はい、こちらでちょうどすごい作ってます。職人さんです、ね、え、手で掘るんですか。まあ、そうなのか。なんかあるんですね、下に。はい、これ、一人でやるもんなんですか。これは二人じゃないですか。二人用。こっちが、はい、左半身。これは頭なんですね。ああで順番に、私が手を上げると、はい、足上げます。どういう歩いてる風にするには、あ、そういうことか。こうなんで、はい、じゃあこっちの手が上がった時に僕はこっちの足を、そうです、引いて右側。そうです。ああ。
すごい。すごいすごい。これに顔の動きをプラスすると。そうです。見てください。あの映像。次元が違います。アクロバティックな演技を行うもの。これも下に操ってるんですよね。これがあの山の上に乗ってるやつで、あ、これですね。で、この下で人がいっぱい。あ、ここの中に人が入るんですね。あ、すごい。あれで操作するわけ。これでも練習するときに見えないから、うん、どうやって動いてるか。難しいですね。あ、そういうことですね。自分がもし引っ張るとしたら。練習するのも大変ってことね。ここもちょっと観光に来たら見ときたいですね。そう、見てほしいですね。さっきの山の、どんでんかん。どんでんかんと。ここは、からくり。からくりかん。はい。ちょっとさっきの人形も面白そうです。うん。あれカップルでやると楽しい。ちょうど作業です。ちょうど作業。さあ、ということで、いかがでしたか、犬山。いや、めっちゃ楽しいっす、犬山。めちゃめちゃいいとこっすね。よかったです。ね、本当に美味しかったし、うん、お酒も飲んじゃったし山がすごかったですね。ありがとうございます。迫力、あれはお祭り来ないとダメですね。他にも、はい、甲冑、招待の甲冑があるんですが、はい、それも着物も甲冑も予約制でレンタルができるので、はい、それを着て記念写真をいっぱい撮って、はい、この中をぐるっと回れるってことですか。そうですね。すごい。しかもまだまだ寄れてないお店がたくさんあります。たくさんあるんですよ、本当に、はい。半日、今、じゃあ回りきれないですね。無理です、1日かけてゆっくり食べきれないのもありますよね。いやー、でも楽しかった、犬山。ありがとうございます。アスロちゃん、ありがとうございました。はい、はい、こちらこそ。お留守番ばかりで本当にそうですよ。寒かった、凍えるかと思った。楽しかった、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。そろそろこれはもうあれじゃないですか。はい、帰ってもらう感じとか。帰ってもらう。え終わりですか。ってやつ。もう終わりですか。はい、うちなんか、うち映ってます。うち大丈夫ですか。本当終わりますか。大丈夫ですか。人力車からあのなんか一言はないんですか。なんか一言。お笑い人力車、皆さん何に来てください。